もしあなたが本当に大好きなことを仕事にしたいとか副企業をしてサイドビジネスでお金を得ていきたいんだったらやり方を学ぶやり方をインプットしないといけないよね。で次に必要になるのは実際に学んだことを実践していくこといわゆるアウトプットっていうのが必ず必要になるんだよね。 実は僕はライフコーチになるっていう夢に決断してコミットしたんだけど収入がゼロっていう時があったんだよねで実際にこのアウトプットをやったらなんと3ヶ月で毎月15万円入ってくるようになったので YouTube も爆発してチャンネル登録者が8万人になってでそれだけじゃなくてこの最初の時から6ヶ月後にはね毎月200万円入ってくるようになったのね でこの話はね俺はすごいだろうこんなにお金があるんだっていうんじゃなくて自分が大好きなことを仕事にしていくってなったら必要なのはこれなんだよねインプットされた情報をアウトプットすること、ね、実践することが必要になるんだよねもっと自分が本当にやりたいことで世界を幸せにしていくこの、ね、インパクトをもっとの人に広げることができるんだよねだからこの アウトプットをしていくっていう話は大きな影響を与える大切なことなんだよね。なので楽しくこのレッスンを学んでいこうぜ。で今日はキーノートを使って YouTube を作ってみました。でさ、例えばさ、アウトプットとかね、実践ができていないから感じる不安ってないかなね、なんか本も教材も買ってはいいけど、買っただけで終わっているとか、ね、なんかあれもこれも情報を集めて、インプットがメインの人生になってしまうんじゃないかなっていう不安。 ね、なんかさまた新しい教材を買うときに感じる不安っていうのもあるのね例えばさそのこれまた教材買ってインプットだけで終わってしまうんじゃないかなっていう恐れがあったりで僕の場合よかったのはなんかこれを学んでやっとうまくいくなんか,かこれでやっと問題がなくなるみたいな感じがあったんだよねでもよくねもしあなたがインプットはできるだけどアウトプットができていないね その学んだことを実践するのに恐れを感じるっていうんだったら実はこれはあなたのせいじゃないんですよ。本当に。なぜかっていうとこれは僕たちの学校の教育では学ばないことなんだよね。ね学校の教育っていうのは学んだことをテストで測るんだよね。だから丸抜感覚なんだよ。 テストに合格しないといけないっていうのが学校のやり方なんだよね。で実際に実践する場合っていうのがすごい少ないのね。実は僕たちは現実的に行動するときにハンディキャップっていうのを持っているのね。でこれはこの学校で学んだね丸感覚なんだよねだから行動をするときに起こることはね「丸○」「○」をゲットしないといけないまたは「×」 悪いことが起こる罰になるぞっていう、ね、でこの「丸じゃないと悪いことが起こる」っていうこの変なプレッシャーを受けて育ってきたんだよねだから「宿題をしないと悪いことが起こるぞ」って子供の時に言われたり、ね「いい大学に入らないと人生がダメになるぞ」ね「大手企業に入社できないと悪いことが起こる人生ダメになっちゃうよ」ってでこの実際にアウトプットするぞっていう時にどうしてもこの「 罰が起こるね起まるにできないかも、ね、このプレッシャーがかかって僕たちの行動を止めているんだよねじゃあねこのアウトプットができるようになるためのこのアウトプットの哲学、ね、これがファウンデーションになるんだよねこの哲学の上に自分のなんか考え自分のビルっていうのを立てていって実際にワーク、ね、アクションを取っていくの,この ファウンデーションがないとね、自分がアウトプットやるんだけど、怖くなっちゃったり、なんか途中でやめたり、ふらふらしてるビルみたいになっちゃって、いずれは倒れ,倒れちゃうんだよね。だから、You have to learn this foundation、ね。これがアウトプットの哲学なんだよ。で、まずこの最初の哲学ナンバーワンアウトプットはスキルだから身につけられることができるのね。トレーニングをしたら簡単に学ぶことができます。ね。 だから筋トレみたいな感じで最初の腕立ては辛いかもしれないんだけどちょっとねやっていくとだん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 できるようになってくるんだよ、ね、だから身につけるスキルっていうことはね上手くなるには続けるのが必要なんだよね1回やってはい終わりじゃないのよ筋トレみたいにちょっとずつ続けていくっていうのが大切なんだよ、ね、だから最初の数回を乗り越えられるようになると楽になります All、right. で哲学ナンバーツーっていうのはアウトプットをすると実はこれはインプットに変わるのねなぜかっていうとアウトプットをすると結果が現れるでしょうその結果はデータなのよそれはインプットなんだよねね。でよく考えると実はアウトプットを行うと結果は二種類あるのねこれすごい大切なんだよ 最初は良くなる。よし実践して今の環境が良くなりましたってでもう一つは良くならなかったっていう時があるんだよね良くならなかったっていう時もある、ね、でも実はこれは学ぶことができるんだよね。ねなぜうまくいかなかったのどこが足りなかったのどの部分がねじゃあ良くするには何が必要になるの何を学ばないといけないの ね、誰のの力が必要になるの、ね、どのぐらいの時間がかかるの期間がかかるの学ぶにはでこの学ぶにはどのぐらいのお金のコストもかかるのって、ね、それも学ぶことができるんだよね,ねだからよくならなくてもインプットされる情報を使って成功の確率が高まる次のアクションプランっていうのが立てるんだよね <All right. S 1> で 哲学ナンバーツリーっていうのがアウトプットをするとね三角が起こるんですよね学校みたいに丸罰じゃないんだよねねこのテストを合格して成功しないといけないっていうことではないのよね丸罰じゃないんだよだからどういうことかっていうと例えばアウトプットのプランを作るじゃん。 ね、で実際に価値があるリスクを取る。これは哲学。次の哲学だからこれ説明するんだけどね。リスクを取りますと。価値があるぞって。ね。すると何が起こるのかっていうと成功する時もあるし失敗する時もあるわけよ。でも×でも三角でしょだから三角をね。丸に変えてやっていくわけよ。すると ね、成功が始まって進み続けることができるのねでこのサイクルをやっていくのがこの人生の「丸なんだよねね本当はなぜかっていうと自分のレベルアップに必要になる行動をとっているから、ね、成功がを続けることができると、right. じゃあねアウトプットをしない場合はどうなのってアウトプットを考えません、ね、だから価値があるんだけどリスクを取りない取らない ね、価値があるリスクを取らないと何が起こるのっていうと安心安全だよね快楽ああよかった何もしなくていいねだから失敗できないんだよねよかったねでもよく考えるとね必要な行動を取っていないからねマストな行動を取っていないから現実は変化しないんだよね現実を変えることができないんだよなのでこれは結局実はね丸に見えるんだけど実は罰なんですよねっ でこの哲学ナンバー4っていうのがねアウトプットするときは価値があるリスクを取るのね。ねどういうことかっていうといわゆる、ね、このアウトプットを失敗して罰になったら生きていけるかっていうことなんですよ。ね、ちょっと究極にするんだけどね。ね。だからどう、ね、もう一つ大切になるのは、ね、このアウトプットが罰になっても 行動するるる価値はあのののかっていうのを考えるのねだから必要になるのがねアウトプットする前に、ね、最悪現実的最高のケースっていうのを考えるの、ね。じゃあ例えば大好きなことで起業するっていうのを例にして説明するね,ね。大好きなことで、ね、起業する時の最高のケースを考えようよ。 ね、最高のケースっていうのは、よっしゃー今の仕事をいきなり辞める。やったーバイバイ辛い職場よね月収100万円にいきなりなって、ウッフーで,で、その結果、好きな場所で、好きな時間で、好きな人たちと自由に働けるようになった。イエスねこれが最高のケースだよね。Alright, じゃあ、現実的なケースを考えてみようぜ。現実的なケース、今の仕事をいきなり辞めると。ね生活費がなくなります。うん。 で集客のスキルっていうのがないからお金が入ってこないよね企業してもどんないい商品でも集客できないとお金が入ってこないよねだから何が起こるのかっていうとあーってなっちゃって別の仕事を急いで見つけるっていう形になるこれが現実的なケースの一つだと思うのね、right. じゃあ最悪なケースを考えてみようぜ最悪なケース今の仕事をいきなりやめます、ね、で生活費がなくなってお金も入ってこない うわ心がボロボロになって恥かえてで前の仕事もう戻れない雇ってくれないお前何言ってんだってで次の仕事も見つからないどうなるのやばいぞ生活できなくて家から追い出せられるとか、ね、もう家賃が払えないから家から出ないといけないとか家族がいたらどうするの子どもの小学校とか奥さんの生活とかやばいぞねこの最悪なケースっていうのはこのコストっていうのは払える払えないよね っていうことは何が必要になるのかというとプランを変えるまたは改善するっていうことをやらないといけないんだよね。Right. じゃあ次の質問はこのアウトプットを失敗してバツになっても実践する価値っていうのはあるのか、ね、この場合は全然ないよね,ね。明らかにないです。なのでこれは行わない方がいいっていうのが分かるわけよ。Right. じゃあねちょっと改善して。 企業の勉強をするっていうのに変えてみようよ。ね、まずそのいきなり起業するんじゃなくて企業の勉強をすると最高のケースっていうのは、ね、今の仕事を、ね、キープしながら、ね、今の仕事をキープしながらこの収入を、ね、学習に投資するわけよ。で3ヶ月で集客っていうのを学んで、ね、副企業を開始するんだよねいきなりコミットするんじゃなくて副企業サイドビジネスみたいな感じで。 で6ヶ月後にはうまくいっていて副企業からの収入の方が高くなるからね今の仕事を辞めることができるよっしゃこれが最高なケースなんだよね。Okay、じゃあね現実的なケースは今の仕事の収入を学習に投資しますと、ね、で1年でビジネスっていうのを学んで副企業をスタートする。 Alright!2 年後には副企業からの収入で生活ができているっていうことになりました。Yes! これ現実的なわけよ。ね。だから大好きなことを仕事にしたいんだったら、これはできることなんだよね。現実的に。r、right. で、じゃあ最悪なケースはどうなんだろう、ね、同じように今の仕事の収入を学習に投資します。今回は2年経ちました、ね。ビジネスを学んで2年後に副、副企業をスタートする。 で副企業からの収入では生活ができないっていう形 <laughs>、ねね、なので今の仕事をキープするまたは転職っていうオプションを考える、ね、これが最悪なケースなんだよねじゃあこの最悪のケースのコストって払えます払えるよねっていうことは、ね、このアウトプットを行う価値はあるわけなんですよ、ね、で 次の質問ねもう一つこのアウトプットを失敗して罰になっても実践する価値はあるのかねこれね罰になっても得られる結果現実的な結果最高のケースっていうのはすっごいでかくて、ね、素晴らしいじゃんだからこれは失敗してもやってみる価値があるっていうことなんだよねなので矢印で価値はありますっていうことなんだよね,ねなので 今日学んだこの哲学のファンデーションっていうのをベースにして今度実際にアウトプットをしていくんだよね。でこのアウトプットする前にもう一つめっちゃ大切なことがあるの。これが鍵なんだよね。ねでそれは次のビデオでカバーする、ね、アウトプットをする時にこのゾッとする恐怖と不安の乗り越え方っていうのがあるのね。 これは実際に僕がゴールデンウィークのゴールセッティングのウェビナーで心のブレーキを外す方法っていうところで実際に200名の方と一緒にこの有料のウェビナーでやったことなんだけどなんとこれをビデオで無料であなたに差し上げますねでヒントはねここなのねアウトプットする前に反射的に感じる恐怖っていうのは4つのことを紙に書くだけで消えるんだよね でちょっと本当にごめんねこの番組のスポンサーからメッセージがあってでもし大好きなことで生きていきたい副企業をしてサイドビジネスで大好きなことでお金を得ていきたいっていう人にはビジョンプログラムっていう6週間僕と一緒にやっていくっていうコースがあるのね。 でこのコースを受けると自分が本当に何をやって生きていきたいのか自分の大好きなことと得意なことをクロスミックスしたキャリアを見つけることができるのねなのでもし本当に自分が大好きなことで生きていきたいって感じていたらぜひビジョンプログラムを学んでくださいぜひこのリンクをクリックしてくださいねでもう一つ最後のお願いっていうのはぜひライ e ボタンとチャンネル登録をしていただければと思いますやっぱりね僕もこの何年間も無料でこのような、ね、コンテンツを YouTube に上げていてチャンネル を登録してくれる人が入れると僕のやる気が高まってよっしゃーってなってもっと次のコンテンツのレベルがアップできるんだよね。でもなんかビデオにコメントがないね、like ボタンがないとかチャンネル登録者がないっていう感じになると僕のやる気も少なくなっちゃってもしかしたら別のことをやるっていうことになるのでぜひですねこういうコンテンツを YouTube で無料で学びたいんだったらチャンネル登録していただければ最高です。 Alright you guys 本当に自分が大好きなことで生きていくそのために必要になるのはいろんなやり方情報をインプットすることで実際に実践してアウトプットしていくことで自分の人生を変えていくことができますアウトプットすると人生絶対変わるぜ Alright you guys thank you so much for checking out this video I love you guys so much and I'll see you next time in Chris's room Oh